バカ野郎。こんにちは、シュペータレックスと申します。自己発展コーチをやってます。すべての鍵はあなたの新卒にある、正直さにある。すべての鍵はあなたのどんなぐらい正直にある。どうやってすべての鍵っていうのは、簡単と言ったら自分について今は正直か正直じゃないかちょっと考えてみてください。どちらかというと、自分がなんか仮面とかをもう猫をかぶったりとか、もう仮面をかぶったりするというのは、まあ何時間が、まあちょっと時間が経つにつけこういう嘘がバレちゃうからですので、その嘘をそういう印象を与えないためには正直でいけばいいということです。そして自分が正直真心を持って自分の道をたどれば その機会とかオポチュニティ、まあ、つまりきっかけとか機会とかは自然に見えるようになる。自然に見えるようになる。どうやってその機会とか、まあ、きっかけを見るかというと、まあ、自分の心で自分の心を切って、これはやりたいか、心の中ではいやりたいというの気持ちだったら恐怖なく歩めばいいです。恐怖なく歩めばいいです。そうすればもう何でも簡単です。ただ自分自身は今何かやってるかっていつも自分の心を聞いて、これは正しいか正しくないか、頭が分からなくても心が分かる。そして前に言ったんですけれども、5秒以内でその心のどうやって答えかというと、その最初の答えはその心の答え、後の答えは言い訳につけるから頭の答え気持ちの答えですけれども、だから本当に心に耳を傾けば何でもできる。みんなは優秀だから。そして機械探しなんですけれども、ちょっと以降のストーリーを言いたいと思います。そのストーリーはそうですね、すごく信憑性があったの人ですが、ずっと神さんに祈ったんですが、そして冠水の時ですけど、ふわーっと来たんで、で砂村はもう、その村はもう結構冠水がだったんで、みんなは避難すべきっていうのを、あの継承もなったんですけれども、まあ、彼はずっと神様に祈ってた。で、最初はあの近所さんが来て、ああ避難すればいいよって結構関数が半端ないからすごいなんかね、でその人はいや俺は神様に信じるからずっと拝めた、神様にずっと祈った。であとはもうその水をふわーっと来て、もう首までに来たんで水はね、もうでそこでレスキューアーが、まあ、船に乗って、はい早くここにこの船に乗って一緒に避難しましょうって、いや俺は神様に信じるって、でずっと祈ってあとはね、もう自分の屋根に乗って
って、でそこでもう水が来たというのパターン でその人はまだ祈り続けた。もう最終的ですけれども、こうヘリコプターが来たんで、レスキューヘリコプターですね、避難ヘリコプター、一緒に避難してくださいって、いや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 、俺は神様に祈ってるって、でずっと祈ってた。何の結果だったと思います？その人は結局死んだ、亡くなったということで、亡くなった時にはまあちょっとあのキリスト教ですけれど もう神様と見えるんですけれども、それからは天国に行って神様をにずっと嘆いた。どうして神様、俺はずっと神様に祈ってたんですけれども、どうしてあの俺は救われなかったのかって、その神様の答えってわかる？わからないかな。神様はね、答えはバカ野郎、俺はお前に金城さん、あの船でレスキューさんとヘリコプターのレスキューさんとを君に送ったよ、どうしてならないの、自業自得だよって。だから信じるなら神様ではなくて、まずは自分の心に信じばいいです。でそれを信じる時には素直になったらいいです。つまり本当に素直で、何か言うと何かまあ行動や考え方とか、まあ人とアプローチとか素直でやればいいです。もし嘘がついたら、向こうはバレたら、もう障子になりかねないかもしれないですね。こう問題が大きいは大きいほどですね。だから正直でいけばいいです。そういうことで、だからみんな正直になってください。まずは自分自身に対して正直になってください。この動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容は気に入れたら、まず高評価のバトンお願いいたします。さらにもしさらにその内容をもっと見たいなら、僕毎日アップロードしますので、登録もお願いいたします。では自分をに嘘つけないで、そして自分の情熱にたどって今で。